こんにちは、秋元さくらです。簡単楽しい美味しいをテーマに家庭料理をたくさん紹介していきたいと思います。今日はソースマヨネーズ、自家製のマヨネーズです。入れずにまるで糸のように少しずつ少しずつ足していくことです。というのもですね、マヨネーズはまあフランス料理では一番ベーシックなソースなんですけれども、内容でがですね、お酢に、マスタードに油という非常にいわゆるシンプルなドレッシングに卵が加わるというようなものです。でですね、水分と油が合わさったソースですから、とにかく乳化という油と水分がこうつながるような処理をしないと、いけません。そのためには本当に少しずつ油と水分を混ぜ合わせていくことがポイントになります。自家製のソースマヨネーズはとっても美味しいです。ではまずですね、卵をマヨネーズを作る上でですね、接着剤代わりになる非常に重要な素材です。ここにポイントがあります。じゃらん、卵は必ず常温でお願いします。冷蔵庫から出したてだとその接着剤としての役割が担えない状態になってしまうので、とにかく常温で温かいというか、冷たすぎない卵を使うことがポイントです。そしてですね、マスタード入れます。でお酢をですね、最後に入れた方がちょっとイージーなので簡単に作れますから、お酢はちょっと今日はあえて最後に入れます。最初にですね入れたりする場合もあります。でここでですね、塩が溶けやすいので先に塩をほんの一つまみさーっと入れてですね、ここから糸状に垂らしていきます。ボールの下には滑り止めのタオルを必ず乗せて、こうガタ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 ってしないようにしてください。このようにですね、先のとんがってる、カップやボールなどを使うとやりやすいです。で、隅っこのボールのですね、肌に当てながら、ザーッとオイルを足していきます。最初が非常に肝心で、一部が乳化してくると、もうそれが、どん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 、つながって乳化されていきますから、最初に少しずつ少しずつ足していくことがポイントです。で、大体ですね 200ml に卵黄1個っていうのが基本的な、ソースマヨネーズの分量なんですが、使う油はですね、できるだけシンプルな油がいいです。オリーブオイルだとちょっと個性が強すぎるのもありますし、ココナッツオイルとか、ごま油とかだと味わいの強いマヨネーズになってしまいますから、万能なソースとして使っていただくのであればぜひともサラダ油を使ってください。ですね、だいたい最初大さじ1ぐらいの油が入った時点でこのようにとろーっとしてきています。では続けて油を足していきます。これでですね、一人でやるとですね、腕が結構つらいんですね。今はじゃーん、こういういい道具がありますね。ハンドミキサーなんかがご自宅にあると、もうブーって回してればできます。ではこのように垂らしてオイルを足していきます。もうだいぶスタートがですね、乳化してこのようにいい感じでブリッと角が立つくらいになってきましたから、ここからはある程度、油をいいペースで足していっていただいても構いません、ね、しっかりブリ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 してきました。でこう、わーソースっぽい粘性が出てきたなってなると、もうだいぶ成功してますから、ここからは安心してですね、油を入れていきます。ちょっとはい、これが
マヨネーズらしい硬さになってきましたね。でここまで来るとですね、今度は混ぜるのに力が要ります。重くなってくるので、さっきはサラサラしてたんですが、ここからは重たくなってきますから、ちょっとトレーニングの意味合いも兼ねてガシガシ混ぜていきます。はい、これですね。はい、もうこのようになりましたら、もう完全につながってます。はい、ブリンブリンとしてます。そしたらもう一気に最後の方はですね、糸状ではなく綱状ぐらいの太さで、でダーっていきます。はい、すべて入りましたって言ったらですね、ちょっと失敗したかも、最後勢いいきすぎてっていう時にですね、これですね、見てください。これまさに失敗しました。調子が良くてですね、ダーって最後加えた結果、少し分離してブリブリしてます。これが失敗パターンですね。ちょっとブリブリってしたなーっていう、失敗してます。こういう時もあります。でも諦めちゃダメです。諦めないことです。そうしましたら、じゃあお酢を、これ秘密兵器、ちょっと水分を入れるとですね、つながってくる可能性がありますから、はい、無事お酢を入れた途端に滑らかなマヨネーズが、万が一ですね、この時もなんかちょっと分離ブチブチブチってして失敗したなっていう時はですね、市販の、せっかく自家製なんですが、市販のマヨネーズ少し入れていただくと、そこからまた乳化されていきますから、失敗したなっていう時はちょっと市販のものを使ってみてください。こういう綺麗な角が立ちます。これが乳化された、チュンチュンチュンツン、こうですね。では味見します。マヨネーズですね、自家製で作った時に思いのほかあんまり美味しくできないなって感じられることがあるかもしれませんが、その時のポイントはお塩です。思った以上にお塩を少し強めに入れていただくと、油とお酢の骨格がシャキーンとなりますから、とっても美味しくなってきます。なのでちょっとまだかな、入れすぎには注意ですが、多少塩は強めに決めていただいた方がマヨネーズは美味しく仕上がります。ではお味見してみます。すっごい美味しくて、はい、上手に垂らせたと思います。やはりボールがしっかり固定できてたのと、口からこう垂らすように投入できる、先っぽに口がついた計量カップなどを、使用しましたので、簡単に垂らしていけることができました。欲張りまして後半ちょっとドドドド見てろよ、つながるだろうみたいな感じになったんですけれども、やはり案の定失敗しまして、そうで失敗しましたけれども、いくらでもリカバーできますし、諦めずにぜひトライしていただければなと思います。ではこの自家製のマヨネーズを使ったウフマヨネーズという料理をご紹介します。シンプルなお料理です。まずマヨネーズにですね、少し牛乳を足します。これは滑らかな、ソースをですね、つるーっと、卵の上にですね流すような、仕上げなので、卵の球体にソースが沿うぐらいの硬さにしていきたいと思っております。これぐらいかな、もう少しで、今日は牛乳で伸ばしてます。万が一ですね、牛乳なければ、その日に召し上がっていただけるのであれば、お水で伸ばしていただいても問題ありません。じゃあこのような硬さにですね仕上げていただけましたら、よし、大体ですね、ソースでこうやっていただいたときにですね、ちょっと指を、これナッペ状っていうんですけど、指をこうで鳴らしたときにソースが全く流れないとか、ラインがボケないぐらいの硬さが今日は適してるかなと思います。では今日はロメインレタスを敷きまして、
別の回でもご紹介させていただいた、まあ、フランス料理でよく出てくる、半熟ポーチドエッグ、これを乗せます、ね、これはもうフランスのカフェとかビストロでは定番のお料理で、私フランス行ってこれ食べた時本当に美味しいなって感じました。シンプルなお料理なのにとってもいいですね。たらソースマヨネーズ、牛乳で伸ばしたソースをですね、このようにトゥルーと流していきます。トゥルル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 、たっぷり。卵って意外とですね、塩がたっぷり入ったソースじゃないと食べられないようなぐらい卵は塩を求めてますから、これぐらいたっぷりかけていただいてもいいと思います。たら黒胡椒なので仕上げていただきまして、完成でーす。はい、ではいただきます。ポイントにありました、しっかり卵と油、水分と油を乳化させるっていう行為です、工程ですね。しっかり踏むとこのようにとろっと素材にかかるソース作れます。ではいただきます。もう私はですね、パリで食べたこのウフマヨネーズがですね、おいしい。パリでもですね、こういう レタスと一緒に卵とマヨネーズを食べるんですね。うん、最高に美味しいです。これも間違いないですね。うん、フランスにいる気分、うん、最高、美味しいです。うん、どうもありがとうございました。チャンネル登録してね。